ヤッホー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってらん。おはようございます。みさきチャンネル、みさきです。私が9月末までに10年と AV デビューをかけて今バス釣りやってるんですけど、ほんまに釣れへんすぎて、朝マズメを狙いに早朝に来た。クソの雰囲気やけど、だからちょっと小声で説明していきます。今日は私竿を2本持ってきた。長さが違うねん。賢いよな。私さ、全然飛距離出されへんからさ、こっち飛距離出すよ。多分海釣り用の竿やと思うんやけど、でこっちは早朝すぎて声やばいんやけど、こっちはいつも私が使ってる竿です。で今日2種類のワーム、同じ仕掛けやねんけど、2種類ワームつけて、1個は放置しとくわ。放置してもう1本で釣っていく。とりあえず2本体制でやっていきたいと思います。でいろいろワームとか竿とか変えながらマジで釣りに来てるから。でリールもマスゲンさんに言われて私リール前の潰れて100均のリールを使ってたんですけど、ちゃんとしたリール持ってきてるから、これでいけるであろう、釣れるであろうと信じてちょっとやっていきます。とりあえず私いつもの竿でやるから、こいつはなんかおかしなってんねんけど、前か投げてきます。ほらなんかおかしなってんねんけど、これ何何なんこれ。また出た、3本出てくるやつ、分かれへんねん。とりあえずこのまま放置。よし、じゃあちょっと待って、ここからあそこを狙ってたんですけど、あっちの岸からどう狙おうかな。ちょっと賢くなったぐらい。いつもこっちからやってたんだけど引っかかるかな。こっちから向こうの岸からやっていくわ。ちょっと向こう移動しよう。まあまあいいんじゃないだろうか。さっきな、ここに移動してきてる間さ、なんか動いてるって見えたんよ。多分あれバス、結構でかかったぞ。すごい。黒い魚影的な。めっちゃでかいやつが泳いでっとって。チラチラ、小バスたちが見えてきたから。で、マジで釣ってしまうかもしれない。てか釣りに来たの。来てる。逃げられた。うわ、くっそ、今さ、見た？糸がさ、スーって向こう行ってな、だいぶツンツン来てて、こうパッて行ったんやけど、外れたっぽい。あ、来た、ちょ待って、ちゃった、いた。やったな。ちょっとこのワーム多分でかいわ。もうちょっとちっちゃいのに変えるわ。置いてた竿なんですけど、さっきさリールえらいことなっとって、なんかなんでこうなるんだろうな。私前の元々のリールもこれで潰してしまって、で前は3本出てきたから、でどうしようもないから3本とも切ったの。ほんなら訳分かれへんことになったんだ。だから今とりあえず1本になるまで全部出し切った。出し切ったらなんかでえらいことなってんねんけど、これぐらいやったら無理か。これもう一回仕掛け保護カラーで作り直すわ。あ、でも直りそう。とりあえず糸回収します。今糸回収してたんだけど、え、釣れてんだけど、ちょっと待って、え、これは
何バスじゃない、え完全にバスやんな、計測計測計測、すっごいことなってんねんけど人が、ちょっと待って、やばいやばいこんなことあるん、サオ日本持ってきててよかった、行きます、なんか緑やけどこれバス、バスよな、とりあえず計測するで、ここがゼロがどこ、口やから、え22ずれた、ちゃんとこの口閉じた時に、はい、21.5 ぐらい、じゃちゃんと取って、ほんまに本気の、はい超えました、ありがとうマスター、はい、というわけで釣ったんですが、ですがな結果やん、私の中でこれはええのかと、たくさんいろんなコメントをいただいて、何ヶ月間もこの企画をやってきて、最終置いてた竿で釣れたバス、これでええのかと、でも20センチあったから、もうこの企画9月後半になるにつれてプレッシャーともう切羽詰まってる感で押しつぶされそうになりながらやったので、もうこれで許してはもらえないかっていう気持ちとの葛藤の中、20センチあった、これで回避って言ってるんですけど、心の中ではこんなん絶対に視聴者さん納得せんやんと、分かってるんですけど、私の人としての心理、これで勘弁してやっていう心理が働き、これでもう回避っていう設定で言ってたんですけど、やっぱり私が釣って回避が一番皆さん納得してもらえるんじゃないか、みさきちゃんおめでとうって心の底から言ってもらえるんじゃないかっていう葛藤の中、一応保険で回避とは言うてるんですけど、この後粘り続けます。で果たしてどうなったのか、こいつ保険かけてんなーっていう目で最後まで粘り続けた私を見ていただけたらなと思います。ではもう一回本編どうぞ。さっきの私が釣れた魚は正真正銘ブラックバスでした。ほんで大きさ21か22っていうか、もうどっちでもいい、20センチ以上のバス1匹釣れました。あーよかった。なんか何糸絡んでてさ、引っ張ってたらさ、そんなことあるっていうか、最後そんな釣り方でいいんか分かれへんから、もうちょっとだけバス釣りはやるんですけど、なんかちゃんとな引いて釣りたいよな。とりあえず1匹は釣れました。よかったわ。これで毎日さ安心して寝れるわ。ほんまによかった。マスゲンさんバス釣れたで。もうちょっとやろう。もう一回仕掛けやり直して、今回これでいきます。まあまあさっきからさ、この辺はね、コバスがさ、めっちゃおるから、コバス言うても、私がさっき釣った20センチぐらいのやつがうよいよ、うん、あかん、寝ばかりした、あかん、これあかんやつ、今仕掛けを目直したぞ、これやばに、これほんまにあかんやつ、お願い、取れて、あかん、あー、ダメだ、もう一回仕掛け作り直した、のお仕事いただいて来店イベント行ってたんですけど、めっちゃ視聴者さん来てくれたんですよ。ありがとうございます。その視聴者さん全員がもうバス釣ったんか、コメントとかでもライブ配信しててもみさきちゃんもうバス釣ったんか、もう行けてんのかみたいな、めちゃめちゃ言われた。うん、まだ釣れてないねみたいな、こんなんしてる場合じゃないやんとめっちゃ言われたって、自分でも思っとって、まあ、でもほんま今日釣れてよかった。ツン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 来てる。ツンツン来た時はじっとするんか。わかる？ツンツン来てる。ちょっとじっとするわ。思った。今回のバスはひたすら待たなあかんねん。ゆっくり巻いて。来てる。早い。私早い。くっそ。向かう。
間琵琶湖でも15センチ16センチ釣ったんやけど、バスの引き面白いな。こうやっててさ、来たってなる瞬間めっちゃおもろいな。あれを味わいたい。なんならさっきおった虫釣りたいの。来てる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 、見て見て見て、ツンツンなんか来てる来てる来てる。待つわ。ドキ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 、わかる？ツンツン来てたの分かった？さっき今ツンツンが来なくなった。この瞬間たまらんな。最近ね、私ダイエットを始めまして、はじめ社長がさダイエットしたんやけど、1ヶ月で9キロ痩せた。ダイエット法がさ16時間断食なの。何も食べないね。そのダイエット法を今私もやってて、私が食べていいのって2時から夜10時なんや。これは勝手に自分で決めたらいいんやけど、にしてしまったから、もう朝ごはんも食べられへんの。で今初めて3日目ぐらい、全然まだ効果は出てないねんけど、出てないんやけど今から頑張る。バス釣れるかどうか、私ほんまにやばい、ほんまにデビューするん、無理やねんけど、早くバス釣らないみたいな、そのプレッシャーで最近ご飯食べる気も失せてきてたから、ほんまにデビューってなったらやばいやんか、こんな体型終わってるやんかとかもいろいろ考えて、ダイエットも同時進行でちょっと始めていかなと思ってダイエットをしてたね。まあ釣れたからもう回避したんですけど、したんやけど、ダイエットはもうちょっと続けようかなと思ってる。釣りたいな、タオル釣りたいな。私の足 24.5 な、私の足 24.5 やで。ちょっと待ってよ、ほんまにやばい、やってしまった。もうさ諦めモードになってた、釣ってしまった。あかん、興奮を抑えられん。ちょめちゃ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 、こんなん釣れる日が来ると思わんかった。ちょっと待ってな、計測すんで、どうしたらいい。でかっ。あ、怖い、めっちゃ怖い。なんかさ、すっごいさ、わっちゃ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 群れてるとこおってん。多分な、こいつコバスを食べに来てたんよ。来た。超えぐい、えぐい、えぐいんやけど。41、これはどう、いけるの。ちょっと待ってよ。おいっていっていっ、お前もうって、とりあえず40オーバーのバス釣りました。はい、どうでしたか。ほんまに正真正銘40オーバーのバスを釣りました。
最初にさ糸に引っかかってたあの21、2センチの子、あの子で、まあ、終わらすのはちょっと悔しいなと思ってたんよ。だから結構粘り強くさずっと釣ってたんやけど、もうやばいなやばいな、40超えてたらもうみんな文句なしやろ、やったったで、これでほんまに正真正銘回避、指デビューを回避しました。今日めっちゃええ夢見れるわ。というわけで今も4畳は釣って、めっちゃやばかったね、引きめちゃくちゃ面白かった。改めてバス釣りの楽しさを楽しんでるから、これからもバス釣りまた続けていくんやけど、さきちゃん40釣ったんやったら、こういうの釣り具屋さんでこの間聞いたんやけど、私のスピニングやけどベイトリールっていうのがあると、でまっすぐやったんとかに使っとったから、そういうのに挑戦していこうと思うので、またベイトのコツとかいろいろワンステップ上に行けたと思うから、次のステップのアドバイスまたよろしくお願いします。よし帰ろうか。